さま。ジョージ。はい、どちらさま。マミーピッグよ、私も入れてもらえるかしら。うん、それじゃあ秘密の合言葉を言って家から入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの？それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれ、おかしな合言葉だな。マミ、次にハウスに入る前にドロンコの中靴を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも、別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。じゃあ、仕方ない。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよ、ダディ。長靴は脱いでね。あ、ダメだな、ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ、ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き。もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのうちには来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。皆さんご注目、こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダディ。皆さんご注目、マジックダディです。イエーイ。まずはこのマジックから。アーブラカタブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私。一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ、青。違う。アブラカタブラ、赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ、アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。バン。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、
こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？行くよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう？ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ見つけ。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかってる。大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないや。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。参ったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、ドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。飛び込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もうドロンコの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミー、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ？おねだりに来たの？もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミーピックのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大っ嫌い。シッシッ。大げさだな、マミーピックは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって。じっとして、マミーピック。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ早く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。
どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あらまあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。よし、ジョージならすぐに捕まるね、ちっちゃいもん。そんなのずるい、ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか。いい、助けててくれなくて、私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない、違うことしようよ。いいよ、大きい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの。誰か一人が鬼になって、他の子がこっそり近づくの。私やる、私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた、スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよね、ジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた、スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった、私が一番好きな遊び大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。私ってほんとかわいい。お城には他に誰がいるの？あ、そうだな、お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう、キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか、ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわーうわーへー。あらまあ、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん、そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ失礼、ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの。これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのはこのお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか。眠くないよ、全然眠くないもん。ジョージはどうかしら。ジョージ、起きて、お話最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。ダイナソー、
怖い怖いダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよペッパ。にゃお。こんにちはペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソー。おやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私です。今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあすごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー、みんなの病気を治すの。とっても素敵よスージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあたまげた。次はキャンディ。にゃお。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほらよしなさい。ごめんなさいマミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ、怖いダイナソーなんだよね。見に行ってくる。13、14、15、16、17。ダディったらズルしてる。腕立て伏せしてないじゃない。なあ、その面白そうなテレビをやっていたんだよ。怠け者ね。マミーが前に使ってたエクササイズバイクはどう？なあ、これなら楽しそうだ。自転車を漕ぎながら大好きなテレビを見られるぞ。やっぱりダメだな。自転車がうるさくてテレビの音が聞こえないよ。だけど何か運動しなくちゃ。わかった、私の自転車使えばいいよ。そうね、外の空気を吸った方がいいわ。ダディがペッパの自転車に乗ります。ダディ、これがペダルで、これがブレーキで、これがベルね。わかってるよペッパ、ありがとう。じゃあな。楽ちん楽ちん。体を鍛えるのは大変です。これなら漕がずに鍛えられるぞ。どんどんスピードが上がります。おう、スピードを落とさないと。あー、ブレーキが効かないぞ。助けて。あダディピックはまだ戻ってきません。マミ、ダディどうしたのかな。大丈夫よペッパ、ダディはきっと楽しくてつい遠くまで行っちゃったのよ。ダディ、どこへ行ってたの。行きはピューッと走って降りたんだけど、帰りは自転車を押して上がってきた。まあ大変だったわね。とにかく運動はできたよ。すぐ抜けるから。うわ、もうダディ本当に首を壊しちゃったじゃない。うん、マミーに分かっちゃうよね。あー、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。
よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。やめてペッパ、コンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよジョージ、こうしちゃダメだからね。ペッパやめて。ごめんなさい、ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんとコンピューターが動かなくなってしまいました。ねえダディ来て。ダディピッグ、どうしたんだいマミーピッグ。ねえダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするからお願い。わかった、やってみるよマミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったねダディ。ダディこういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミーは後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。私看護師さんやる。なら私お医者さんね。じゃあ病気の人は誰がやるの？ジョージペッパとスージーはお医者さんごっこが大好き。ねえ、ジョージも大好きです。ペッパがジョージの胸の音を聞きます。それじゃあジョージ大きく息を吸ってから咳をしてみて。心臓の音が変ですね。絆創膏を貼っておきましょう。ねえ、はい、お口開けて。スージーがジョージの熱を測ります。あら大変、すごいお熱ですよ。ベッドで寝てなきゃダメです、3年間。ダディピックがジョージを探しに来ました。おやおや、ジョージはどうしたんだ？大丈夫よダディ、遊んでいるだけ。ジョージが患者さんなの。ああ、そういうことか。お見舞いしてもいいですか？ちょっとだけですよ、疲れるといけないから。クッキーだ。これはジョージのよ、このお薬で良くなるはず。あの、すみません先生、実はダディもお腹が痛いんです。
くすぐったいよ。お腹がぐるぐるいってる。ダディはお腹が空いているみたい。じゃあダディもクッキーを食べればよくなるはずだ。私もねえ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。うわっ、うん、寒いので水たまりは凍っていました。つるつる滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね、泥んこの水たまりがある。ダディも泥んこの水たまりが大好きです。ダメよダディ。危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの、だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ、今日は寒いので池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。ねえ、羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちは、ペッパ。うわ、スージー、それ楽しそう。ねえ、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか。ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ、ペッパ。育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ、来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。うわ、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。1、2、3、4。
じゃあそれをカートに入れて。トーマトあった。えらいぞペッパー。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。ピーゲッティ。そうだねジョージ。でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ、ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。ピーゲッティジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティペッパ、次に買うものは何。ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる。ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよよくできました。1、2、3、4玉ねぎ。よしいいぞ、あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え書いてあったかな。違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら。あっちよ昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピッグは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの。もうちょっとだよ。ついた。簡単だなそれじゃあトマトスープを温めましょう。あ、ほら自然の音が聞こえるよ。これ何の音。これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何。今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわー、じゃあ今のは何の音。さあ、マミもわからない。ダディのお腹の音だこれこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよそれもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない、テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ、入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ大きすぎて入れないよ。大丈夫、ダディは外で寝るよ。おやすみなさいダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか。ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、治るまでこの新しい車を貸すよ。 ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな。お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとうダニーのおじいちゃん、行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何。押してみよう。
すごい魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あー、ダディはびしょ濡れになりました。ダディった、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。本当にこっちでいいのかい。任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近道してるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと、マミーピッグの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部おいしく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど、でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに、せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあグランマ、急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな、さあランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもをたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。
お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピッグ、あなたのお尻の下にあったのね。するとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とってもきれいよ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック、こんにちは。こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちは、ダディピッグ。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ。見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ、二人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ペッパ、ジョージ、起きてるの？あら、まあ驚いた。もう寝てたのね。そうか、
それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうね。いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうね。次は私。そうね。もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ。プティジュテ、優雅に美しく。プティジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、にゃお、ねえ、まあ、ねえ、ねえ、優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくてダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。マミーピッグが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリームはいかが？ミスラビットのアイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？暑い時期、ミスラビットはアイスクリームを売っています。マミー、ダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピッグとペッパにジョージ。どうも、ミスラビット。どのアイスクリームにする？
じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな。ダイナソー。ダイナソー、ジョージったら。ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとう、ミスラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピック暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわねペッパ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの。ダイナソー。え、ダイナソー。ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガウ。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。じゃあダイナソーよ。怖いダイナソーよ。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。いやペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。リビングではダディピックが新聞を、マミーピックが本を読んでいます。助けて助けて。一体何をしてるんだ。キャッ、助けて助けて。ガー。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ。ガー。ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの。さっきから何の音。何なのこの散らかったお部屋は。おもちゃにつまずいて転んだらどうするの。その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミーはペッパーを手伝って。お片付け競争ね。女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、
ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね、次はゴホ。片付いた。これは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。お。わあ。もうどうしてこうなっちゃうの。私アイススケートなんてやりたくない。いいんだよペッパー、アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと、ほっほー、ダディったら。ジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパにスケートを教えてやって。スケートは簡単よペッパ、ただ足を押してあとは滑るだけ。押して押して滑るね。押して押して滑る、押して押して滑る。なんだ簡単ね。もう一人でできるよマミー。押して押して滑る、押して押して滑る。うまいぞペッパー。見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよペッパ、他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よマミー、私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの。大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわー、止まれないよ、危ない。うわマミーに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる。やだ。やろうよジョージ、楽しいよ、教えてあげる。えっへん、いい、始めはね。わーい。ジョージ戻って、滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディダディ、私たち何してたと思う？さあなんだろう、テレビを見ていたのかな。違うよダディ。お風呂に入ってきたのかな。違う違う。わかったぞ、ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうやダディ、ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただのドロンコだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あらダディったら、泥だらけになっちゃった。ただの泥んこだよ。
ランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの？嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。やだ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ。おいしいよ。おお、泣かなくていいよ、ジョージ。ほら、見てごらん。ダイナソーの完成だ。ダイナソー。ジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃない、ジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな？トマトもレタスもキュウリもいらない？ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね？ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの？チョコレートケーキ。驚いた。ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞ。